あなたは膝が開いた打ち上がるとき、よいしょよいしょ、座るとき、歩くときに痛くて悩んでませんか？こんな症状で悩んでいる方は絶対このエクササイズをしてください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福科副院長の松尾直樹です。今日もですね、膝の痛みに対するヒントアイデアをお届けできればと思います。はい、今日なんですけども、今日の内容っていうのは膝の痛みに絶対やってほしいエクササイズをお届けできればと思います。まあ皆さんはですね、膝が痛いってなった時に日頃どんなケアをしてますか？よくあるのがお尻のストレッチをしてますとか、足首の動きを良くしてますとか、膝のお皿の動きを良くしてますっていうのをよく聞きます。でそれは全然間違いではないんですけども、実はですね、それだけじゃなくてちゃんとエクササイズもやらないといけないんだよっていうところを今回ご紹介させていただければと思います。なのでもしあなたが日頃ね、いろんなストレッチやってその場は膝の痛みが良くなるんだけども、一時経ってるとまた症状は戻ってくるってことであれば、ぜひこのエクササイズをやってみてください。特にやってほしいのが O 脚の方で、長年膝の痛みがある方、そして半月板の怪我をしてる人、あるいは立ち上がるとき、座るとき、歩き始めのときに膝が痛い方はぜひですね、このトレーニングをしていただければと思います。ではどこのエクササイズをしていくのかっていうと、太ももの後ろの筋肉を鍛えていきます。でこれがね、弱くなってしまってる人っていうのは、まあ、膝の曲げ伸ばしをした時にですね、まあ、半月板っていうのをこう挟んでしまったりとかして痛みが出てるケースが非常に多かったりとかしますので、ぜひ今からやっていこうというふうに思います。では実際にやっていく前に、まずあなたの膝の痛みの状態っていうのをチェックしてほしいので、あなたが日頃痛む動作っていうのをちょっとやってみてください。まあ歩くでもいいですし、しゃがむとか座るとか立ち上がるとか何でもいいので、まずあなたの膝の痛みっていうのをチェックしてみてください。では早速やっていきましょう。では実際にお膝のエクササイズをやっていこうと思うんですけど、まあ右が痛い方は右側、左が痛い方は左側を見てください。でまずですね、このすねをちょっとチェックしてほしいんですけども、このエクササイズをですねやった方がいい人は、このすねが外側にこうねじれてる人ですね。外側にこうねじれてる人なので、お皿がありますよね。お皿のこの真ん中とその指2本ぐらい下のところにちょっとこう硬い骨があると思うんですけど、これ頸骨っていうんですが、頸骨側面ですね。これがね、外にこうねじれてしまってる人は、ここがねじれてるっていう証拠になってきてます。でこれがねじれてるとですね、膝にものすごい悪い影響を与えてきますので、このねじれてしまってるのをこっちに持っていくトレーニングっていうのを4つご紹介できればなと思います。まずファーストステップですね。このように何かに座ってもください。で座っていただいたら、このままつま先を上に上げていただきます。上に上げていただきます。で上に上げていただいたら、太ももはそのまま動かさないようにして、このすねだけ内側にこういう感じで、こういう感じで、はい、内にひねる動きっていうのをやっていきます。これをですね、まず10回やっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。でこの時もう一個注意点が、よくですねこの運動をしてくださいっていうと、もうねあっち行ってこっち行ってほいってなってるんですよ。でそういう風にやってしまうと効果が薄れますので、もう真ん中ですね、真ん中から内、真ん中から内っていうところを意識してください。次ステップ2つ目、今この動きができるようになったと思います。次はですね、これを内に入れながら膝を曲げます。内に入れながら膝を曲げる、これを10回やっていきます。膝を内に入れて1、こんな感じですね。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK。 そしたら次はですね、膝を内に入れたままですね、内に入れたまま伸ばす運動ですね。内に入れたまま伸ばす、これをやっていきます。はい、内に入れて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
7、8、9、10 OK です。じゃあ次4つ目やっていきます。では4つ目をやっていこうと思うんですけど、まあ、痛い方の足をですね、まず前に出してください。で前に出してもらったら足先ですね、足先を内側にこういう風に向けます。この状態で膝をまっすぐですね、膝をまっすぐ、はい、この状態で膝を曲げる練習っていうのをしていきます。はい、1、はい、2、この時に膝がこっちに入らないように気をつけてください。3、4、5、6、7、8、9、10 OK です。ではセルフケアをする前とやった後のチェックをしていきたいと思うので、あなたがさっき痛かった動きをやってみてください。まあ、歩くとか、座るとか立ち上がるとかですね、はい、これで楽になっているのであれば、あなたのその症状っていうのはすねが内側に向けてないせいで症状が出ている可能性が高いですので、ぜひ日頃のストレッチとプラス一緒にやっていただければと思います。今日の内容ですね、良かったと思ったらいいねボタンだったりとかコメントの方もよろしくお願いします。そしたら今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。はい、まだ何の拍手かわからないんですけども、今日はですね、患者さんが働いてるスーパーで作ってもらった巻き寿司があるので、今日はこれと麻婆春雨ですね、とあと山芋がちょっと残ってたので、山芋鉄板焼きを頑張って作って食べたいなというふうに思います。また次回の動画を見てください。ありがとうございました。